はい、で皆さん妊娠中の食事についてどんなイメージを持てるかというと、きっとまあ体重が増えすぎてあまり食べない方がいいとか、甘いものは良くないとか、で赤ちゃんのためにいっぱい食べなあかんとか、いろいろな思いがあるかなと思うんですが、はい、でまあ妊娠中の日に、まあ、必要な栄養素、お母さん の、 その体 の、 その変化に伴って必要な栄養素であったりとか、赤ちゃんに必要な栄養素なんかはあったりするんですが、とにかくもうお母さんがちょっと楽しんで食事を進められるようなちょっとコツみたいなものをちょっと今日は紹介したいなと思いますので、はい、ちょっとゆったりとした気持ちで、はい、もうこれ食べたらあかんとか私言わないので、はい、ゆったりとした気持ちで聞いてもらえるといいかなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、それではちょっと時間ですので早速始めさせていただきたいなと思います。はい、ちょっと座って説明させていただきます。はい、では本日の流れなんですが、妊娠中の食事について、まだちょっと嫌な体重管理の話からになってしまうんですけど、体重管理の話であったりとか、妊娠中に摂りたい栄養素などについてお話をさせていただきたいなと思います。はい、で一通り終わってから今度はその産後の授乳期の食事について少し気をつけたいことなどをちょっと話させていただきたいかなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、でまずちょっと体重管理の話からなんですけれど、ちょっと後ろの方見にくいかなと思うんですが、はい、で妊娠中の体重増加に関しては、妊娠前の体格によってそれぞれ、まあ、キロどんだけ増えていいよっていうのがちょっと変わっています。はい、でまあ数値書いてあるんですけど、皆さん基本的に妊婦健診受けてらっしゃるかなと思うので、はい、でもその体重についてはその時に測ってくださってるかなと思うので、もし問題があれば、まあ、お医者さんの方からちょっと増えすぎですよとか言われるかなと思うので、この数値はそこまで覚えなくても大丈夫かなと思います。はい、でただちょっとお知らせしておきたいのが、この体重増加量っていうのが今年の3月の春にちょっと改定されまして、で今までは例えばこの真ん中のところ 18.5 以上25未満だと、まあ普通標準の体重体格の方は7キロから10キロぐらいを目安にしましょうって今までは言っていたんですけれど、でこれからちょっと3月からはちょっとそれよりプラス3キロ、まあ、全部のところでちょっと増加はしまして、今までよりちょっと体重管理に関しては緩くなったかなっていうふうに見てもらえるといいかなと思います。はい、でまあ、ちょっと教科書みたいな話になるんですけど、ちょっと難しい、ちょっと教科書みたいな話なんですけど、でなぜこういう風になったかというと、まず、まあ、妊娠前から妊娠中に突然食生活変えることってちょっと難しいので、妊娠前からちょっと食生活を変えましょうっていう風にここが変わったっていうのと、はい、で体重増加がなぜ変わったかというと、日本人の女性って特に若い女性なんですが、痩せの割合がかなり多いです。はい、で若い女性のちょっと痩せ型の方がちょっと妊娠したりすると、そのままの食生活でいってしまうので、妊娠中もちょっと痩せ型、体重もあまり増えずにいってしまい、その結果ちょっと相談であったりとか低出生体重のリスクを高めるっていうことがちょっと研究の方でされまして、で体重増加に関しても今までよりかはプラス10キロぐらい、3キロぐらい多くしましょうというふうになりました。はい、まあ、これ見てもらうと、横がまあ痩せの割合が増加しているというのと、でこっちの右側の方は平均出生体重、赤ちゃんの体重がだんだん年々ちょっと減っていますよっていう、小さいちょっと、はい、なってますよっていうことになっております。はい、でまあ、今のちょっと難しい話はいいんですが、で実際に妊娠中ってどんなことを、はい、気をつけたらいいのっていうので、妊娠前から始める妊産婦のための食生活指針というものが厚生労働省の方で出ています。はい、でこれまあ10項目あるんですが、まあ、10項目すべて覚えていただけるとまあいいのはいいんですけど、まあ覚えられないかなと思います。私も覚えられないです実際。はい、なので今、本日はこの主食を中心にエネルギーをしっかりとっていう部分と、
あと不足しがちな赤ちゃんとかお母さんの体に必要なビタミン、ミネラルを副菜でたっぷりと、はい、あと主菜っていうのは、まあ、タンパク質のお肉とかお魚とか、まあ、大豆製品などになるんですが、主菜を組み合わせてタンパク質を十分にってところをちょっと重点的にお話をさせていただきたいなと思います。はい、で、まあ、バランスのいい食事って、まあ、いつも言われているかなと思うんですが、一体バランスのいい食事ってどんなものかっていうと、基本的に、まあ、今言った主食、主菜と副菜と汁物を合わせるとあのバランスが良くなりますよっていうふうに言われています。はい、でただ妊娠中ってちょっと、まあ、体の変化であったりとか、まあ、今から後期になってくるとちょっと胃が赤ちゃんによってちょっと押し上げられてきて、そんなに量がいっぱい食べられてなくなったりとかするので、はい、で、まあ、これを3食食べずにちょっと分割食にして食べても大丈夫ですので、栄養バランスに関してはもう1日のトータルみたいな感じで考えていただいて、はい、食べれる時に食べるってことも妊婦さんは必要かなと思いますので、そこだけちょっとお話ししておこうと思います。はい、で、まあ、主食はまあエネルギー源となる、まあ、主菜は体を作るものになる、で副菜はビタミン C とかあとミネラルなどがあるので体の調子を整える、ちょっとだるいなとかちょっとむくみがあるという時に取るといいかなと思います。はい、まあ、妊産婦のための食事バランスガイドというものもありまして、まあ、これも厚生労働省から出てるんですけれど、一応まあこういったものがあるっていう紹介だけさせていただこうかなと思います。はい、というので主食の話から話させていただこうかなと思うんですけれど、まず主食っていうとご飯とかパンとか麺とか、はい、いわゆる炭水化物と言われているものになります。はい、でエネルギーに関しては初期と中期と後期と妊娠中には不可量というものがありまして、いつもの食事にプラスしてこんだけ、まあ、赤い数字のところになるんですけれど、こんだけ食べましょうっていう一応目安の量があります。はい、で妊娠中ってやっぱり赤ちゃんに血液を届ける、胎盤を通してその栄養を届けますので、その心臓のその負荷が結構かかってくるんですね。はい、なのでその心臓を動かすためにもこのエネルギーってものは必要ですし、でだんだんとその赤ちゃんが大きくなってくると、その妊婦さんの体自体もちょっと重くなってくるので、そのお母さんがその活動する上でもこのエネルギーはしっかりと取っていただきたいなと思いますので、大体あの体重増えるとちょっとご飯を減らそうかなとか、あの主食 その白いご飯を減らそうかなとかで、野菜を多めに食べようかなっていうふうにちょっと考える方いらっしゃるかなと思うんですけれど、はい、まあ、主食ちょっとまあ少し減らす分にはいいんですが、全て減らしてしまうとちょっと満腹感も減ってしまいますし、逆にちょっとそれによって食べ過ぎの原因にもなってしまうので、まあ、減らすとしてもちょっと気持ち減らすぐらいに押さえておいてほしいかなと思いますので、よろしくお願いします。はい、で主菜の巻きということなんですけど、まあ、主菜は今言ったお肉とかお魚とか卵とか、あと大豆製品などのそのタンパク質のものになります。はい、で今これ手のひらでちょっと示させていただいているんですが、まあ、お肉とかお魚とか卵であれば大体自分の手のひら、この指のところではなくてこの手のひらの一つ分で、厚みは手の厚さぐらい取ればいいと言われています。これはだいたい1食分でこんだけ取ればいいよというふうに言われています。はい、で大豆製品になるとちょっとお肉とかお魚よりかはちょっとタンパク質の量がちょっと少なくなるので、手のひら一つ分っていうのは変わらないんですけれど、厚みは手のひらの厚さの2倍ぐらい取ると、まあ、1食分取るといいと言われています。はい、でまあ、主菜ってタンパク質のものって、まあ、鮭だったらちょっと焼いたりとか、ちょっと小麦粉つけてムニエルにしたりとか、鮭のちょっとフライとか揚げるとか、ちょっと調理法によってちょっとエネルギー量が変わってくるよってことをちょっと書いてあるんですけれど、はい、まあ、例えば鮭、主菜に油を使用する場合、例えば炒め物とかフライなどにする場合には他の、あの副菜を野菜のものを、例えばほうれん草のおひたしにしたりであったりとか、普通のサラダにしたりであったりとかするだけでも、ちょっと組み合わせによって1食量のエネルギー量は減ってくるので、
で大体私なんかは妊婦さんの時はちょっと揚げ物ばっかり食べたくて、例えばマクドナルドのフライドポテトとか、あとちょっと唐揚げとか、なんかわからないけどちょっとそういったものがちょっと欲しくなったりする、はい、でその時に我慢せずにやっぱり食べてもらうっていうのは、その食事の食べ楽しみを持つためにも必要なことかなと思うので、その時に選ぶ他の主菜を、副菜、野菜類をちょっとマヨネーズ、ポテトサラダなどを使っていない普通のサラダなどにするといいかなと思います。はい、でお肉でもちょっと部位によってちょっとエネルギー量が変わるので、例えばちょっと下の方に書いてあるんですけれど、まあ、豚肉とかお肉のものであれば赤身のお肉、例えばヒレ肉の方がエネルギー量が少なくて、で赤身ですので鉄分も多く含まれておりますので、貧血の方には特に赤身のお肉をちょっと選んでいただくといいかなと思います。はい、で副菜の巻きということなんですけど、で野菜にはビタミン C とか A とか K とかいろんなものあるんですけれど、そのビタミンとあとミネラル、まあ、カルシウムとかカリウムなどが豊富に含まれているっていうので、はい、まあ、野菜に関してはいっぱい食べてほしいなと思います。で実際どんだけ食べていいのかっていうと、まあ、また手のひらで言うと生の野菜サラダなどに関しては、一食で両手一つ分になります。で加熱の野菜であると、例えばほうれん草なんかだと、まあ、こういうものちょっと茹でると思うんですが、茹でると大体半分ぐらい の重さになるので、加熱したちょっと茹でた野菜であれば一食で片手一つ分、まあ、これぐらいの量を食べればいいと言われています。はい、でほうれん草で野菜に関しては妊婦さんに必要な栄養素でいう葉酸がよく含まれているので、で葉酸、ほうれん草、例えばこれ1袋 200g なんですけれど、これを毎日食べると補給できますっていう風になるんですが、こんだけほうれん草って食べないですよね。でまず茹でるのが大変だし、で私なんかもまあこれ例えば堺市とかで妊婦さんに毎日ほうれん草送りますって言って、これを食べてくださいって言ったとしても、私は茹でて食べるのかっていうと絶対に食べないと思います。なので、まあ、ほうれん草は一番、まあ、葉酸が多い、まあ、鉄分も多いっていうので、一応こういうのに出させてもらってるんですけれど、まあ、野菜に関してはもう種類問わずにいろんな野菜を食べてもらうと、その分葉酸もちゃんと取れてくるので、はい、そういった風に見てもらうといいかなと思います。はい、で、まあ、1日の目標度は1日 350g と言われてますので、今言ったこの手のひらの量、まあ、3枚ぐらい、まあ、食べれたら、はい、取れると言われているんですが、まあ、大体ほぼほぼ食べれていないので、はい、ちょっと多めに食べようかなって毎日意識するだけでも違うかなと思うので、またこれだけちょっと覚えておいてほしいかなと思います。はい、で今言った葉酸のことなんですけれど、まあ、葉酸ちょっと少ないと赤ちゃんの神経管閉鎖障害の発症リスクを減らすと言われているんですが、それまあ妊娠前からまあ初期ぐらいに1日 0.4mg 取ると予防できると言われています。でその 0.4mg 取れるっていうのが今言ったほうれん草1袋分ぐらいになります。はい、で葉酸はまあその赤ちゃんの発達に限らずに、そのお母さんの貧血の予防であったりとか、あと早産の予防であったりとか、その産んだ後にもその血液、消化吸収された血液からそれが母乳となって出てきて、その赤ちゃんに葉酸を届ける元となりますので、はい、出産後もちょっとタンス取った方がいいと言われています。はい、でまあ1日 350g ぐらいの野菜っていうのと、でちょっと水溶性、ちょっと水に溶けて、はい、で熱に弱いので、例えばこの葉酸を効率よく取ろうと思うと、サラダであったりとか、あと汁物であると、その茹でているうちにその汁の中にその葉酸が流れてくるの でそれを丸ごと汁ごと飲む味噌汁なんかが体を温めるので、食べ方としてはそういった方法をおすすめしています。はい、
で次に妊娠中に積極的に摂りたい栄養素ということで、はい、で先ほど貧血の方もいらっしゃったかなと思うんですが、妊娠中はやっぱりその赤ちゃんに血液を届ける、栄養を届けるっていうので血欠乏性貧血になりやすいと言われています。まあ、そのことでまあちょっと相談になったりとか、まあ、出産時にちょっと出血量が多くなったりなどがちょっと言われています。まあ、その予防方法としましては、まあ、鉄が多い食品を積極的に食べるってその当たり前のこと書いてあるんですけれど、はい、でまあ、例えばそのさっき言った赤身のお肉であったりとか、であと赤身の魚っていうと今レシピにも紹介させていただいてるんですけれど、カツオとかあとマグロなどをちょっと積極的に食べていただくといいかなと思います。はい、で鉄分なんですけど、そのお肉とかお魚とかに含まれている鉄とあのほうれん草などに含まれている鉄ってちょっと若干構造が違うんですね。はい、なのでちょっとお肉に含まれている鉄ってヘム鉄で、ほうれん草に含まれているのは非ヘム鉄っていうんですが、基本的にそのお肉とかお魚に含まれているヘム鉄の方が消化吸収しやすいと言われています。はい、なので手取り早くも貧血予防したいという場合にはやっぱり赤身のお肉とかお魚とかを取っていただけるといいかなと思いますのでよろしくお願いします。はい、であとビタミン C を一緒に取ることで鉄の吸収がさらに良くなります。で例えばほうれん草のおひたしをしたとして、まあ非ヘム鉄なので吸収悪いんですけれど、例えばその上にちょっとレモンの汁であったりとか、ちょっとビタミン C の多い例えば人参なんかと一緒に入れてもらっておひたしにしてもらうと、まあ、ほうれん草はちょっと吸収悪いけど若干ちょっと吸収率はアップするので、そういったふうにちょっと効率よく取っていただくといいかなと思います。はい、で鉄吸収を阻害するものに関しては、例えばカフェインがあります。で妊娠中は皆さんちょっとそのカフェインってその体に良くないっていうの、赤ちゃんにも良くないっていうので基本的に控えていただいてるかなと思うので大丈夫かなと思うんですけれど、例えばまあコーヒーをまあ1日5杯飲むとか、緑茶にも含まれている緑茶を1リットル飲むとか、そういった風だとやっぱちょっとカフェインの取りすぎになってしまうので、はい、でなるべくまあコーヒーとかでも飲みたい、私も飲みたかったのでコーヒー1杯分ぐらいは全然大丈夫です。であとそのノンカフェインのものも今売られてますので、そういったものにちょっとリラックスしながらティータイムを楽しんでいただけるといいかなと思います。はい、で3番目のまあカルシウムのことなんですけれど、でカルシウムに関しては赤ちゃんができたからといってその負荷量は含まれていないです。でそれはなぜかというと、まあ、お母さんの骨の中のカルシウムをもう優先的にもう容赦なしにも赤ちゃんが引っ張ってくるっていうので負荷量自体はされていませんが、で、まあ、ただ不足してくるとお母さんの その産んだ後産後にそのお母さんの骨粗しょう症、骨がスカスカになるリスクを高めますの で日頃からカルシウムに関しては、まあ、積極的に取ってほしいかなとは思います。はい、まあ、また当たり前の多く含む食品を食べるっていうので、例えば乳製品であったりとかお魚であったりとか、あとひじきとか海藻類なんかにも入っていますので、そういったものを積極的に食事に取り入れてもらうといいかなと思います。はい、でビタミン D っていうものがあるんですけれど、このビタミン D はですね、まあ例えばヨーグルトとか食べたとして、血液の中にカルシウムが入ってくるんですけれど、そこからその骨の方に沈着させるカルシウムっていうのを促進するっていう働きがあります。なのでこれ例えば鮭とか椎茸とかによく含まれていますので、まあ、鮭だったらまあそのまま焼いて食べればいいんですけれど、まあ、椎茸だったら特にその干し椎茸の方がいっぱい含まれていますので、例えば干し椎茸を水に戻したものをそのまま煮物に使ってもらうと手っ取り早く食べれるかなと思います。はい、でこのビタミン D っていうのが日光に当たるとこの人間の体、例えば皮膚の表面とかでもできますので、ちょっと日向ぼっこ、今ちょっとまだ暑い時期なのでお散歩とかはあれなんですけど、例えばこの
日の当たる室内とかでも大体15分ぐらい当たっておくと、その人間のこの皮膚の当たったところからビタミン D ができると言われています。でそのこともあって、やっぱりその干したもの、普通の椎茸よりかは日光に当たった干し椎茸の方がビタミン D っていうのが多いというのがその理由になります。はい。でまあ、クエン酸と一緒に食べるっていうので、まあ、クエン酸は梅干しとかってなるんですけれど、こういったものと一緒に食べるとまた効率が、あの消化吸収が良くなります。はい。で次 おすすめレシピ、今までのちょっと栄養のことを踏まえた上でおすすめレシピになるんですが、で皆さんのお手元にあの三枚つづりのパパママレッスンおすすめレシピっていうものがあるかなと思います。で今度そちらを見ながらちょっとお話をさせていただきたいんですけれど、はい、順番にお話をさせていただきたいなと思います。で主食が桜えびの混ぜご飯 で主菜がミートローフで、汁物が内豆入りの味噌汁で、ほうれん草のくるみあえが副菜となっております。で、あれ桜えびにもカルシウムが多く含まれているので、例えば、まあ、ちらし寿司に入れたりとか、ただご飯に入れたりとかでも手っ取り早く食べれますので、はい、まあ、ご飯にちょっと桜えびを混ぜるっていう混ぜご飯になっております。はい。でミートローフに関しては、ミートローフって聞いたことあります？この名前というか、はい、私も家ではなかなか作ったことがなくて、この教室をして始めたらこういう料理があるんやなって知ったんですけれど、まあ、ちょっとハンバーグみたいなものになります。でちょっと外国の郷土料理になっていて、まあ、作り方としてはハンバーグみたいなものを想像していただいて、その刻んだ玉ねぎとちょっとチーズの角切りと合いびき肉と木綿豆腐を入れていただいて、でこねこねって今作り方もしてるんですけど、でこねてちょっと最後に蒸し焼きにします。はい。で次これ作り方をお見せするので、それ見ていただけるといいかなと思います。はい。で 主菜がほうれん草のくるみあえというもので、まあ、今言ったほうれん草って、まあ、鉄分とか葉酸とかが豊富に含まれているので、それをくるみの味噌で和えたものになります。で私くるみがやっぱ赤ちゃんがいる時に、やっぱおばあちゃんの伝えなんですけど、これはあのくるみを食べると頭がいい子ができるよっていうので、くるみをよく食べさせられてました。はい。で本当かなって思ってちょっと調べてたんですけど、やっぱくるみって N3 系脂肪酸っていうものがありまして、はい、でこれちょっとお魚とかにも入っているもの、例えば青魚のサバであったりとかになるんですけれど、やっぱおやつ、その間食とか食べるときはこういうくるみを食べると確かにまあ頭になるのにいいかなって、まあ栄養的には思いました。はい。で内豆入りの味噌汁は福井県の特産の内豆を入れた味噌汁になるんですけれど、で先ほどあのむくみとかがあってちょっと失敗、あのどういった食事をという方いらっしゃったんですが、でお味噌汁なんかはちょっと具沢山にしていただくと、それだけでもちょっと塩分量は減ってきますので、まあ、いろんな食材をもう余った野菜でもいいので入れていただいて、お味噌汁を作っていただくといいかなと思います。はい。まあ、次このミートローフのような作り方の動画があるので、こちらちょっと見ていただけるといいかなと思います。はい。今玉ねぎをみじん切りにしまして、チーズを角切りにします。で木綿豆腐を一度水切りをするのに電子レンジの、あ、キッチンペーパーで包んで、電子レンジでちょっと加熱します。で冷凍の野菜をちょっとさっと茹でまして、で合いびき肉の中にちょっと粘り気をつけるので塩と胡椒をちょっと少々入れて、つなぎの卵を入れます。はい。でまあ、あとはもう本当にあのハンバーグの作り方と一緒かなと思います。
ることによってちょっと満足感も出ますし、でヘルシーなのでちょっとエネルギー量も少なく取れます。蒸し器とかがない場合には、まあ、フライパンに水を張ったお湯の中にこのまま入れてもらって蒸してもらうといいかなと思います。はい、これソースですね、最後かけるものになっています。でレシピがこの通りになります。はい、で今ちょっと工程がちょっと複雑で、ちょっとまあお祝い事のクリスマスとかちょっと誕生日とかにはいいかなと思うんですけれど、まあ、普段の日作る時にはもう普通にこの材料を混ぜてもらって、あのハンバーグみたいな形で作ってもらえばいいかなと思います。はい、で次ちょっと新しいちょっとレシピを、ちょっと昨日できたほやほやのものなんですけど、今度はカツオと野菜のソテーっていうのがあります。はい、で今ここスライドにはないんですけど、ちょっと前に見本がありまして、でこれはまあ後から見てもらえばいいと思うんですが、でカツオって鉄分もタンパク質も多いものになっています。で1食分でもこんだけ食べると、もうこんだけをもう3食食べればエネルギーもタンパク質もすべて、あの鉄分もすべて補給できるものになっていますが、なかなかこんだけいっぱい結構なので食べれないかなとは思います。はい、なのでまあその夜ご飯とか1日に1食だけでもこういうガッツリとしたものを食べてもらうだけでも、はい、栄養のバランスは良くなるのでちょっとおすすめをしています。でまあ、作り方としてはカツオの刺身って書いてあるんですが、カツオのたたきなんかでもいいので、それに1回、まあ、で妊婦さんとかだとちょっと食中毒になりやすい、でなりやすいとやっぱ赤ちゃんにもちょっと影響が出てくるので、お刺身なんかはまあ少量だったらいいんですが、ちょっと焼いた方が衛生的かなと思います。でカツオをちょっと焼いてもらって、で表面にちょっとあの焼き目をつけていただいて、で野菜をすべてもフライパンの中に入れておいて蒸し焼きにします。はい、でもうほっとけばできるってものなんですけれど、これはぜひ今日旦那さんに来ていらっしゃると思うんですが、旦那さんに作ってほしいなと思います。で産後ってやっぱりもうお母さんで赤ちゃんの世話ですごいいっぱいいっぱいになるので、もう夜ご飯なんてもうどうしようかなみたいな感じになります。でこういう時にやっぱ旦那さんが料理ができているっていうその安心感だけでもお母さん違うかなと思うので、はい、一回今日このレシピ、まあ、できそうなもの一品でもいいので持ち帰っていただいて、はい、旦那さんがぜひトライしていただきたいなと思って今回作りました。はい、で一応まあポイントとしてはこの野菜いっぱい入ってるんですけれど、最近もうカットの野菜、あのキャベツであったりとか、あのしめじとかのキノコのミックスであったりとかも売ってますので、はい、そういったものを活用しながらもう簡単に作ってもらえるといいかなと思ってこちらを作らせていただきました。はい、で、まあ、納豆とオクラのチーズ和えに関しては、まあ、納豆とオクラちょっと茹でたもの、冷凍のオクラっていうのもあるんですけれど、それをちょっと混ぜてもらって、あとチーズをちょっと角切りで入れていただいて、やっぱり旦那さんで結構味付けをどうしたらいいかっていうのを結構悩まれるかなと思うんですけれど、でこれに関してはもう納豆のタレをもうそのまま入れるだけで美味しく出来上がりますので、はい、あとその焼肉のタレとか、私何でも焼肉のタレで炒めるんですけど、そういったものを使ってもらえばあの美味しく出来上がりますので、便利なものはもう全て使ってもらえるといいかなと思います。はい、で最後、まあ、春雨のスープなんですけれど、まあ、豆苗ってあの安くて2回ぐらい栽培、1回使ってももう1回できるものになっているんですけれど、でこの豆苗ってすごいなと思ったのが、これ豆苗って何かなというと、まずエンドウ豆を発芽させた野菜 でお豆と緑黄色野菜の両方の栄養をバランスよく取ることができます。
なので葉酸も豊富に含まれていますし、で豆のタンパク質も豊富に含まれていますので、すごく妊婦さんとか授乳中の方におすすめの食材になっています。はい、でこのスープに関しても春雨スープの素とかあると思うんですけれど、でそういったもの全然使っていいと思います。ただそういったものってちょっと味が濃くなっているので、ちょっと野菜、今言ったカット野菜とか豆苗とかはちょっと入れるだけでも塩分薄くなりますので、ここでちょっとまたトライしてもらえるといいかなと思いますので、よろしくお願いします。はい、レシピのお話、またちょっと詳しいこと聞きたい方がいればまたスタッフいますので、講義終わった後にでもちょっと話しかけていただけるといいかなと思います。あ、でも一つおすすめが、カツオ鉄分多いという話したんですけど、こういうレモンとかを絞ってもらうとビタミン C 一緒に取れるので、こういうレモン角切りしたあの串型にしてもいいんですが、レモン果汁ってホッカレモンとかも売ってますので、そういったものでちょっと代替として置いといて、で何でもにかけてもらえるといいかなと思います。はい、で次に塩分についてなんですけれど、取りすぎるとむくみとか妊娠中の高血圧症候群などの原因になります。で目標量こんだけって決まってるんですけれど、やっぱ日本人ってお味噌とか醤油とかの文化があって、もう誰しもが取りすぎと言われています。はい、で塩分をちょっと少なくするのにどうしたらいいかっていうと、堺市のちょっとまずと広告になるんですけど、堺市がちょっとプラスマイナスチャレンジっていうものをしておりまして、で上の方を見ていただくと、塩分をちょっとマイナス 3g 減らすのに、まずは汁物を今言った具だくさんにすることで塩分を減らすことができます。はい、で醤油などはかけてではなくつけて食べれるようにしましょうっていうので、今お寿司屋さんとかでもそうですけど、プッシュでポンポンってつけるものが売ってるかなと思うので、その方がちょっと取りすぎにはならないかなと思います。はい、味付けはあとお酢とかレモンとか今言った生姜とかニンニクとか、あとだしなんかを使うことで、醤油の量が少なくても美味しく食べられますので、そういったものをおすすめしています。はい、皆さんしないと思うんですけど、麺類の汁のは飲み干さない、全て飲んでしまうとかなり塩分取りすぎになってしまうので、翌朝ちょっとむくみの原因になりますので、汁物の麺は残してもらうようにしてもらえるといいかなと思います。はい、でさっき言った食中毒のちょっとお話になるんですけれど、食中毒に特に気をつけていただきたいのがリステリア菌っていうものになるんですが、これはちょっと生まれた赤ちゃんにもちょっと影響が出る場合があるので注意していただきたいなと思います。で入っているものが生ハムとかスモークのサーモンとか、あと加熱殺菌していないナチュラルチーズって書いてあるんですが、例えばモッツァレラチーズ、トマトと一緒に混ぜるものであったりとか、あと粉チーズの中にも、ナチュラルチーズって書いてあるものがたまにちょっと外国製のものだとあります。なのでちょっとチーズとか買うときにはちょっと一度裏面のその食品表示のところをちょっと見ていただいて、でナチュラルチーズっていうものが書いてあるものに関してはちょっと避けていただくといいかなと思いますので、よろしくお願いします。はい、で、ポイントの下に、プロセスチーズって書いてあるんですけど、プロセスチーズってその作る過程でちゃんと加熱してあるので、これは食べても大丈夫と言われています。でプロセスチーズは今さっきの画面にも出てきたような、例えば 6P チーズみたいなものとか、あとこういう四角いベビーチーズみたいなものであれば食べても大丈夫ですので、はい、そういったものはちょっと塩分量もありますので、1日に1個か2個ぐらいにちょっとしていただければいいかなと思いますので、よろしくお願いします。はい、食中毒の予防っていうので、この時期ちょっと暑かったり寒かったりでちょっと食中毒が多い時期となっているんですが、つけない増やさないやつけるっていうので、本当にちょっと当たり前のちょっとよくあること書いてあるんですけど、購入後はすぐに食材を冷蔵庫に入れるっていうのと、で消費期限賞味期限ありますので、賞味期限切れているものに関してはいいんですけれど、消費期限っていうのはもう品質自体が落ちているものになりますので、そういったものはもうもったいないですけど捨てていただいて、もう期限の中で早めに使い切るっていう風にしていただくといいかなと思います。
はい、で、まあ、食事前とかの手洗いと、あと生野菜とか果物とかよく洗うっていうのと、はい、でお肉とかお魚とか、まあ、お肉やったらステーキのちょっとレアなものはありますけれど、ちょっと食中毒のこともあって妊娠中はやっぱり中まで火の通ったものを食べてほしいなと思います。はい、で妊娠中に気をつけてほしいことというのは、まあ、飲酒があるんですけれど、まあ、アルコールはその胎盤を通して赤ちゃんまで通ってしまうので胎児性アルコール症候群というものになると言われています。はい、でノンアルコールのものでも、ちょっとだけアルコールが含まれていて、で、まあ、いろいろ事件とか飲酒の事故とかあった時に自分は飲んでいないノンアルコールだったと言ってもたまに含まれているものがあるので、で必ずちょっと表示を確認してもらって、まあ、0% のものを選んでいただくといいかなと思います。はい、で授乳中もでおっぱいはお母さんの血液からできていますの で授乳中も必ず禁酒をしていただいて、アルコールが赤ちゃんに届かないようにしていただくといいかなと思います。はい、で、まあ、産後についてのちょっと話になってくるんですが、で産後ってもう自己もうすごいお母さんの体はダメージを食らっていて、もう大事故の後っていうふうに言われています。なのでこういった時期に無理なダイエットをしてしまうと、まあ、その時は大丈夫でも後々に例えば、まあ、さっき言ったあの骨粗しょう症とかちょっといろんな不調が出てくる場合があるの でやっぱりその体重ちょっと増えすぎたからすぐにダイエットしようっていう方いらっしゃるんですけれども、もうまずは体の回復を最優先する。で、まあ、元気になって、まあ、1年もすればもう元気になるかなとは思うの でちゃんとその体制が整ってからちょっとずつ減量をするっていう風にしてほしいかなと思います。はい、でただ産んだ後も授乳ってものが出てきますの でそのおっぱいを作るのにまたエネルギーとタンパク質とかほんのその他の負荷量がありますの で3食の食事はしっかりととってほしいなと思います。はい、で母乳のことっていうので、まあ、母乳ってやっぱ個人差がありますけれど、出たり出る人もいれば出ない人もいると、まあ、母乳を出やすくするっていうのにちょっと話しさせていただきたいんですが、母乳の主成分ってやっぱりそのお肉ご飯とか炭水化物の缶とかっていうものになります。なので主食はしっかりととっていただきたいなと思います。はい、でまあご飯をそうですね、ご飯を減らさずにご飯、白いご飯はちゃんと食べると、あるいはもち米ってあのお餅って昔は、よく食べるといいって言われてた場所があるんですけど、でお餅ってちょっと粘り気があるの でおっぱい自体もちょっと粘り増したものになってしまうので、ちょっとおっぱいが詰まりやすくなってしまう原因となります。でお餅は少量食べる分にはいいかなと思うんですけれど、食べ過ぎだけ注意してもらえるといいかなと思います。はい、でタンパク質は、まあ、良質で低脂肪のものっていうので、鶏ささみとか鶏むね肉とか、まあ、赤身の肉とか白身魚のヒラメとかタイとかを食べてもらえるといいかなと思います。はい、で副菜は体を温めるものというので、やっぱりおっぱいって血液から できていますので、体を温めると血流が良くなっておっぱいも、いっぱいできるっていうふうに言われています。で大体冬に取れる野菜っていうのはやっぱり寒い時期に取れるので、その分その食べると体を温めると言われています。で例えば今の時期からだとごぼうとか大根とかあと人参とかれんこんなどをまあ、きんぴらとかでもいいんですけれど、特に豚汁とか汁物とかに一緒に食べてもらうと体を温めて血流も良くなりますので、あと水分の補給にもなるので、はい、まあ、汁物に入れて食べてもらえるといいかなと思います。はい、で母乳育児をする方でダメなものちょっとパッと書いてあるんですけど、塩糖質っていうのが CM とかでもよく言われてるんですが、高塩分高糖質高脂質の食事に関しては、やっぱ塩分がその赤ちゃんに行くのであまり良くないというのと、あと高糖質あんまり糖質取りすぎても脂質取りすぎると、例えばアイスクリームをいっぱい食べたりとか甘いものあとチョコレートをいっぱい食べたりとかすると、今度乳腺炎の原因になりますので、そういったものは控えていただくといいかなと思います。はい、で、まあ、母乳の出にはちょっと個人差があるので、
まあ、ちょっと足りない部分もミルクで補えばいいというふうに考えていただいて、で先ほど春木先生のお話にもありましたが、母乳とミルクにもいいところ悪いところがあって、まあ、母乳にはちょっと免疫力、赤ちゃんの免疫力を高めるものがいっぱい入っているんですけれど、逆にだんだんこのミルク、まあ、こういったものなんですけど、ミルクもだんだん母乳に近い栄養素にはなってきているので、はい、これが絶対にダメというわけではないです。はい、で大体母乳の栄養っていうのも大体離乳食が進んでくる9ヶ月ぐらいからどんどんなくなってくると言われてますので、特に鉄分が、はい、でそういったものもちゃんとこのミルクに関してはちゃんと付加されていて、逆に鉄分不足にもなりやすいっていうメリットもあるので、もう一概にもやっぱ母乳がいいっていう、まあ、そういう流れではありますが、このミルクもだんだんと進化はしてきてるので、足りない分はもう育児用ミルクで補給する、でも全部ミルクに切り替えるという方法もあるので、はい、まあ、この母乳のコツっていうのも、まあ、こんなのがあるんやなというふうに見てもらえるといいかなと思います。はい、で今言った脂っこいものは乳製品の原因になるのであまり良くないですっていうのと、あとタバコのニコチンとかアルコールは母乳に移行しますので、赤ちゃんに届けないためにもタバコとかアルコールは絶対にやめてほしいと思います。はい、でカフェインを含む嗜好品もこのカフェインも赤ちゃんに移行するので、あまり飲みすぎるとやっぱり赤ちゃんが寝なくなりました、私は。はい、でもう授乳はしてるけど、まあ、妊娠中じゃないしっていうので、結構そのコーヒーとかちょっと苦いお茶とかが結構好きな方なので飲んでいたら、やっぱりそれが赤ちゃんにきっとおっぱいから移行して、まあ、その日はなんか目がキンキンになって眠いけど寝れないみたいな日がありましたので、まあ、コーヒー1日1杯とかノンカフェイン飲料とかをちょっと利用しながら、はい、まあ、楽しんでいただくといいかなと思いますので、よろしくお願いします。はい、でちょっと最後駆け足になってしまったんですが、以上で私の食事のお話、これで終了させていただきたいなと思いますので、ありがとうございました。はい、では素敵なまたの日々をお過ごしください。はい。